今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリインコースの10番ホール。レギュラーティーからピンまで505ヤード、ロングホール攻略を紹介します。ティーショットはフェアウェイ右サイドのバンカーに注意し、センターを狙ってください。OB の心配はありませんので、思い切って打っていきましょう。セカンドショットは打ち下ろしです。グリーン手前80ヤード付近のバンカーに入れないよう方向性重視です。サードショット、正確なショットで3オンを狙ってください。グリーンオーバーは禁物です。十分距離感に注意しましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリインコースの10番ホールはパー5。レギュラーティーからピンまで505ヤード、第1打、第2打ともやや打ち下ろし。難易度は18ホール中8位、平均スコアは 6.4、平均パット数は 1.97。100ギリの人は4オン2パットが無難です。ウガリインコースの10番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで505ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、ティーショットはフェアウェイ右サイドのバンカーに注意し、センターを狙ってください。OB の心配はありませんので、思い切って打っていきましょう。ウガリインコースの10番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットは打ち下ろしです。グリーン手前80ヤード付近のバンカーに入れないよう方向性重視です。ウガリインコースの10番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、正確なショットで3オンを狙ってください。グリーンオーバーは禁物です。十分距離感に注意しましょう。ウガリインコースの10番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリインコースの11番ホール。レギュラーティーからピンまで373ヤード、ミドルホール攻略を紹介します。ティーショット、難易度の高いパー4のホールです。右コーナーに OB の池がありますので注意してください。ティーショットはフェアウェイセンターやや左を狙うと安全であり、
セカンドショット、セカンドショットも狙いやすくなります。砲台グリーンへのアプローチとなりますので、距離、方向ともに正確さが必要です。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ブガリインコースの11番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで373ヤード。右コーナーにある OB の池に注意。難易度は18ホール中4位、平均スコアは 5.63、 平均パット数は 1.96。 90ギリの人は3オン2パットが無難、100ギリの人は4オン2パットが無難です。ブガリインコースの11番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで373ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、難易度の高いパー4のホールです。右コーナーに OB の池がありますので、注意してください。ティーショットは、フェアウェイセンターやや左を狙うと安全であり。ブガリインコースの11番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットも狙いやすくなります。砲台グリーンへのアプローチとなりますので、距離、方向ともに正確さが必要です。ブガリインコースの11番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブブガリインコースの12番ホール、レギュラーティーからピンまで161ヤードショートホール攻略を紹介します。ティーショット右サイドに OB の池があります。見た目より距離があるので、やや大きめのクラブ選択が必要です。グリーン奥からの傾斜はきつく、ボール位置によってラインの読みが大切です。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ブガリインコースの12番ホールはパー3、レギュラーティーからピンまで161ヤード、右サイドに OB の池があるショートホール。難易度は18ホール中15位、平均スコアは 4.11、平均パット数は 1.98。100キリの人は1オン2パットのパー3チャンスです。ブガリインコースの12番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで161ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、右サイドに OB の池があります。見た目より距離があるので、やや大きめのクラブ選択が必要です。
グリーン奥からの傾斜はきつく、ボール位置によってラインの読みが大切です。ウガリーンコースの12番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリーンコースの14番ホールレギュラーティーからピンまで314ヤードミドルホール攻略を紹介します。
ティーショット、フェアウェイ左右に4つのフェアウェイバンカーがあり、ティーショットの方向性が非常に重要です。セカンドショット、セカンドショットは砲台グリーンへのショットとなります。グリーン中央を狙ってください。グリーンオーバーは絶対に禁物です。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリインコースの14番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで314ヤード。距離は短く、左右2つずつのフェアウェイバンカーあり、難易度は18ホール中10位、平均スコアは 5.21、 平均パット数は 2.06。100ギリの人は3オン2パットが無難です。ウガリインコースの14番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで314ヤード。ティーショットの攻略ポイントはフェアウェイ左右に4つのフェアウェイバンカーがあり、ティーショットの方向性が非常に重要です。ウガリインコースの14番ホールパー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットは砲台グリーンへのショットとなります。グリーン中央を狙ってください。グリーンオーバーは絶対に禁物です。ウガリインコースの14番ホールパー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリインコースの15番ホール、レギュラーティーからピンまで154ヤード、ショートホール攻略を紹介します。ティーショット、グリーン周りのすべてをバンカーでガードしています。B グリーンの左、K グリーンの右に OB があります。距離感に注意して、グリーン中央を狙って攻めましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリインコースの15番ホールはパー3、レギュラーティーからピンまで154ヤード、グリーン周りが全てバンカーでガードされている。難易度は18ホール中17位、平均スコアは 3.95、 平均パット数は 1.97。 100キリの人は1オン2パットのパー3チャンスです。
ウガリインコースの15番ホール、パー3、レギュラーティーからピンまで154ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、グリーン周りのすべてを、バンカーでガードしています。D グリーンの左、K グリーンの右に、OB があります。距離感に注意して、グリーン中央を、狙って攻めましょう。ウガリインコースの15番ホール、パー3、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリインコースの16番ホール、レギュラーティーからピンまで363ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット、ホール左サイド林は OB ゾーンとなります。フェアウェイは大変広く、伸び伸びとティーショットを打っていきましょう。セカンドショットはフラットなライからのショットとなります。グリーンは左右をバンカーでガードされています。方向性に注意してセンター狙いで攻めてください。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリインコースの16番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、谷越えのミドルホール。難易度は18ホール中13位、平均スコアは 5.12、平均パット数は 1.91。 100ギリの人は3-4-2パットが無難です。ウガリインコースの16番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで363ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、ホール左サイド林は OB ゾーンとなります。フェアウェイは大変広く、伸び伸びとティーショットを打っていきましょう。ウガリインコースの16番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットはフラットなライからのショットとなります。グリーンは左右をバンカーでガードされています。方向性に注意して、センター狙いで攻めてください。ウガリインコースの16番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリインコースの17番ホール、レギュラーティーからピンまで489ヤードロングホール攻略を紹介します。
ティーショットは OB の心配が全くありませんので思い切って打ってください。セカンドショットがこのホールのポイントです。右サイドに OB の池があるためフェアウェイ左サイドを狙って攻めましょう。サードショットは打ち上げとなります。正確な距離感でグリーンオーバーには十分注意しましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリインコースの17番ホールはパー5。レギュラーティーからピンまで489ヤード。フェアウェイの広いロングホール。難易度は18ホール中7位。平均スコアは 6.43。平均パット数は 2.0。100ギリの人は、コウオン2パットが無難です。ウガリインコースの17番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで489ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、ティーショットは OB の心配が全くありませんので、思い切って打ってください。ウガリインコースの17番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットがこのホールのポイントです。右サイドに OB の池があるため、フェアウェイ左サイドを狙って攻めましょう。ウガリインコースの17番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、サードショットは打ち上げとなります。正確な距離感でグリーンオーバーには十分注意しましょう。ウガリインコースの17番ホール、パー5、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。今回は静岡県葛城ゴルフクラブウガリインコースの18番ホール、レギュラーティーからピンまで418ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショットは左右フェアウェイバンカーの中央を狙います。長いホールでしっかりと距離の出るショットが要求されます。セカンドショットは打ち上げで距離がたっぷり残るケースが多いと思います。 K グリーンと B グリーンの間を狙うのがスコアメイクの鍵でしょう。無理せずサードショットのアプローチでパーを狙うのも一つの攻め方です。グリーン、常に2パットを
頭に置きながらプレーをしていきましょう。ウガリインコースの18番ホールはパー4。レギュラーティーからピンまで418ヤード。ティーショットはやや右寄り狙い。難易度は18ホール中1位。平均スコアは 5.73。 平均パット数は 1.99。 90ギリの人は3オン2パットが無難、100ギリの人は4オン2パットが無難です。ウガリインコースの18番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで418ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、ティーショットは左右フェアウェイバンカーの中央を狙います。長いホールでしっかりと距離の出るショットが要求されます。ウガリインコースの18番ホールパー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットは打ち上げで距離がたっぷり残るケースが多いと思います。 K グリーンと B グリーンの間を狙うのがスコアメイクの鍵でしょう。無理せずサードショットのアプローチでパーを狙うのも一つの攻め方です。ウガリインコースの18番ホールパー4グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。